エクセターはアメリカ合衆国ロードアイランド州の南部ワシントン郡の北部の町である。2010年の国勢調査では人口6425人だった。州内39市町のうち人口では少ない方から6番目である。エクセターの西はコネチカット州との宗教であり、そこから東にロードアイランド州のノースキングスタウンまで細長く伸びている。 町の北は、ケント郡のウェストグリニッジとイーストグリニッジに接している。南は、同じワシントン郡のホップキントン、リッチモンド、サウスキングスタウンの各町に接している。エクセターの郵便番号は02822であり、町内の小部分について、ウェストキングストンの02892、サンダースタウンの02874は異なる宛先で、郵便が届けられる。 エクセターの名称はエクセター伯爵にちなんで名付けられた。エクセターの町は1742年にノース・キングスタウンの西部から形成された。その名前はイングランドのデボンの州都であり大聖堂があるエクセター市から取られた。他にも多くの場所などにエクセターという名前が与えられている。1892年にエクセターで起きたマーシー・ブラウン・ヴァンパイア事件が バンパイアの発掘を行い文書化された最良の例の一つとして民族学者の注目するところである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は58.4平方マイルであり、このうち陸地57.7平方マイル、水域は0.7平方マイルで、水域率は1.15%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 エクセター町の政府は5人の委員で構成される調整委員会が指導しており委員会はエクセター町役場で議長が開催している教育管理のために隣接するウェストグリニッ庁町と共にエクセターウェストグリニッ地域教育学区のメンバーとなっている以下はアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されているもののリストである AB アメリカンファクトファインダー United States Census Bureau 2008年1月31日、閲覧。U.S. Board on Geographic Names United States Geological Survey 2008年1月31日、閲覧。Gannett, Henry, The Origin of Certain Place Names in the United States, Gabut, Print, Off, Pianissimo. 122http://books.google.com/books i d q v アール h a r m a j u and ピコグラム p a 1 2 2 v o ールオ a パゲ q n イコ f ルフォ t h ハットタウンオブエクシッタープロフィール、ロードアイランドエコノミックデベロップメントコーポレーション。ありがとうございます。